いところから手が出てくると怖い。メイ、やっと見つけた。手どうかしたの？メイ、ごめんな。嫌な思いさせた。早川と会わせたりして。あれは黒沢くんが悪いわけじゃ。いや、俺のせい。でももう大丈夫。俺が締めといたから。第一、俺だってまだメイのこと落とし中なのに。落としって？メイ、やっぱ怒ってる？どうした？愛子さんとエッチしたって本当？え？したよ。ほっとけなくて。あの頃あいつめちゃくちゃ荒れてて、俺も弱くて。そっか。ごめん。でもメイには正直でいたくって。嘘つかないんだね。でももう誰ともしない。絶対メイ以外とは。バカか。そうだな、バカだよな。手痛い。そりゃね。誰も皆それぞれに傷を抱えている。誰かを強く思うあまり、誰かを守ろうと願うあまり、これは私のために起こって私のためにできてしまった傷。手はすごく痛そうだけど、今は泣きそうになるくらいその傷が愛おしい。この感情を決して忘れないでいようと、傷つくことを恐れずにいようと。